はい、皆さんこんにちは。耳を澄ませばチュン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 、鳥がね結構鳴いています。春の訪れを感じる、そう、3月に入りました。昨日はですね、息子の卒業式ということで卒業式に参加してきましたけど、あ、やはり感動しましたね。お姉ちゃんたちの時なんかコロナ中だったんで、卒業式とかもですね、保護者は参加できたんですけど簡略化されたりして、この子たちの入学式なんかもですね、教室とかだけでですね、保護者なしであったりしてたんで、あっという間のね、コロナ禍の学生生活だったんで、あっという間に終わりましたね。でも感動しました。最後はね、息子がね、最後の挨拶だったんで、指名されて、生徒全員の前でですね、腕相撲を挑戦されたので腕相撲をやりました。初めて息子に負けたというですね、成長したなと思いました。はい、ということでですね、皆さん、成長といえば植物たちもね成長しています。で、ちょっとね、僕ね外れる時が多いので、最近ね、僕いない時なんかはスタッフ君がですね、こうやって小鉢とかをですね作ってくれました。これね、テーブルヤシなんですけど、テーブルヤシ、これ再生したテーブルヤシですよ。ハウスのね奥の方で日陰でですね何年かかけて再生しているんですけど、このテーブルヤシのですね再生の仕方なんかも動画出しているのでですね、テーブルヤシ再生とかで調べてみてください。普通の再生の仕方とはですね違うというか、再生する場所がですねテーブルヤシ性質ね、僕よく分かっていますので、その性質をですね考えた再生の仕方やっています。で、こういう風にですねテーブルヤシ寄せちゃうとねいいんですよ。で、小さいテーブルヤシとね、割と大きく育ったテーブルヤシをこうやって寄せて、このサイズのテーブルヤシってあんまり見ないでしょ、ね、もうテーブルに乗るサイズじゃなくなってきていますがね、ああいう風にですね、ちょっと傾いたり弱ったりして、ね、植物をですね、こうやって入れてあげると、すごくボリュームがあってですね、テーブルヤシはね、寒さに強いから、寒い冬でもトロピカルな感じを出したい時にはですね、このテーブルヤシ、うってつけです。アレカヤシなんかはですね、寒さに弱いんで、ちょっと冬はね厳しいと思います。はい、ということでですね、スタッフ君が、寄せ植えとかですねしっかりいろんな中鉢をですね作ってくれているんで、それをね、探して皆さんにね見せていきたいと思います。はい、これね、前々回ぐらい見せましたけど、どう、アグラオネモンね、いいね。これちょっとこう紐で縛ったりして、ね、立ち上げてますけど、で、これゴムの木ですね。はい、小さい鉢からね、これだけボリュームをつけてあげるといいです。そしてこのクロトンちゃん、非常にいいですよ。これはね、このサイズ感っていうのは非常に大事でですね、やはり下がちっちゃくて上をボリュームをこうやってつける、ね、そうするとすごくゴージャスに見えます。お、ここにもドラセナレモンライムもね作ってくれてます。ほらね、ドラセナ系ってね、幸福の機能とかとね、時も説明しますけど、結構ね、弱いので下葉がなくなってきたりですね、しょぼくなってきたりするんですけど、ね、そういうものを同士こうやって合わせてあげると逆にゴージャスなものがね出来上がります。裏にもありますね。裏、お、ここにはほら見て見て見て、寄せ植え作ってますね。はい、これはドラセナレモンライムとコンパクタと、お、これはマイクロゴムですね。マイクロゴムでクロトン、4種類の寄せ植えになってますけど、これいいです。ぜひ参考にされてください。あ、これはねレモンライムのちょっとちっちゃいバージョンですね。お、これもいい、ちっちゃいけどギュッと寄せてあってですね、非常にいいですね。この後ろにもあります。これはパープルコンパクタとコルジリネですね、同じ種類同士、これ寒さに強い寄せ植えになってますね。いい、コルジリネとかですね、このアイチャーカになるのかな、アイチャーカなんかこう下葉がね結構なくなってきて、このヒョロヒョロ状態だけだとですね見栄えが悪いんですけど、この下にねパープルコンパクトとか入れてあげるとすごくいいです。もう素晴らしい、いい仕事してますね。じゃあこっちに、ね、後ろの方に、ね、行ってみますか。いろいろね今植物がね帰ってきてるんで、
たくさんハウスの中ね、いい植物いっぱいです。こっちにもね、確かあった、そこはこれはね、昨日おとといなんか作ってました。10号鉢のアルテシマゴムとね、バーガンディかな、要するにこれ曲がりのね、なんか曲がり同士を入れてるね、あ、そういえばこのアルテシマ曲がりありましたね。これだけだとしょぼかったね。でそれにこの上をね付け足して、離れてみるとこんな感じ。お下にも入れてありますね。この黒と黄緑のねコントラストが非常にいいですね。こっちにはないかな。はい、じゃあね後ろの方も見に行ってみましょう。後ろにね作ったやつもね結構置いてるみたいなんで、鳥さんたちがね結構鳴いてますね。今日はね熊本、ね10度以下です。3月に入った途端一気に寒くなったというですね、もう最後の寒さかな、そんな感じなんですけど、こう乗り切るとですね一気に暖かくなってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあねちょっとささっと後ろに来て、このおありましたね、これはアルテシマか、アルテシマだけを、まあ、アルテシマだけなんですけど、このねアルテシマこう育った環境でね色がね変わるんですけど、これもほら上の方は黒い、こっちはね多分日陰だったと思うんですよね。これだけだとねしょぼいからね下葉を入れ込んであると思います。まあ、じゃあ若干ねこれはねちょっと成長させないといけないかな。どっちかっていうとバランスで、これ下もありますよね、で上がこう細くなってますけど、これだとですねちょっとやっぱ上がこのぐらい大きくないとねボリュームバランス的におかしいなと思いますが、まあねレンタル先によってはねこれぐらいの感じのバランスが合うところもあるんで、ね、そういう場所を探してレンタルしたいと思います。はい、でこれアポロゴムか、アポロゴム、これ前見せたかな、アポロゴムもね成長遅いんですけど、こういう風にボリュームをつけてあると、これ非常に値段高いですよ、これぐらいね作ると、ね、こっちはアポロゴムと、ゴムの木ね合わせてあります。やっぱこうフィカス系って若干これはまあどこでもね手に入るから地味な植物じゃあるんですけど、2つね合わせてあげたりするとすごくおしゃれになるというの、これ皆さん、ね、知っていただきたいと思います。これは、ルビーかな、とベンガルゴムのね寄せ植え、これもアルテシマとカシワガムね、カシワバゴム合わせてありますね。こう下になぜか青木じゃないんですけど、これもドラセナね、ドラセナ、ゴールドなんとか忘れちゃった入れてあるこれもね、メラニかティネキかどちらかルビーかわかんないね見分けがつかないけど、あでもこれとこれとこれが違うと思うね、あこっちがティネキやね、こっちは多分ルビーだと思う。そして、これインドゴムかな、やっぱさっきも言ったようにこうインドゴムだけだとねロブスターかどちらかねだと思うんですけど、緑のこのゴムの木だけだとそうでもないですけど、ルビーが入ることによってねちょっといい感じにおしゃれになって、そしてこうティネケが入ったらこう柔らかしくなりますよね、こういう風に、締まりが上が締まりがあってよろしい、ここにもあるね、ここにも、おコンパクト、さっき1回見てみた、黒と寄せ植えですけど、これね非常に相性いいんですよ。これ病院でね非常に人気があって、こうレンタル先でもねどっかの社長室に僕置いてて交換したんですけど、もう何ヶ月半年ぐらい置いてたんでね、社長が気に入ってたからですね置いてたけど若干弱ったんで持って帰ったらなんで帰ったのって言われましたけど、これね非常にいい。でもねさっきこれほらバランスの話なんですけど、これはいいね、これでいいんですよ。コンパクターがポンと上にあってね、下ボリュームがある。だから植物の種類によってですね、バランスっていうとまた変わってきますよね。はい、これもアルテシマゴムね、アルテシマゴムだよこっちも。これベンガルじゃない、アルテシマ。そう
負が入ってないアルテシマと負入りのアルテシマはね、ただ環境によってこういう風になっているというだけなんですけど、まあ、こんなもんかな。他にも多分たくさんあると思うんですけど、置いている場所はわからない。お、本心でぶっ刺してたんでね、ただ僕突き刺してただけだ。本心で元気になってますね。こういうのばらしてね、もうちょっと茂ったらばらして、このサイズ鉢下げすると非常にいい感じになるんですけどね、はい、こんな感じで皆さん鉢下げしたり、ね、寄せ植えしたり、まあ皆さん暖かくなるのでね、もうちょっと待ってやった方がいいと思いますがね。先日やったディフェンバギア、これね、2週間ぐらい経ちますけど、まあ、全然元気ねしてます。環境さえ合えばこんな感じで元気な状態で、ね、育ってくれますね。こうやって拾って回れば、シェアハウス寄せ植えできるものがたくさんあります。いつか皆さん寄せ植えしに来てみませんか。ここにウンベラータも作ってますね。ウンベラータね、なかなかね難しい。でこれ多分ね今ねもうね余ってるやつを入れてるんだね。これはねほんとねちゃんと入れてって言ってますけど、まあ、ちょっと弱ってるからね、復活するまで待ってあげたらいいのかな、うん。まあ、時間がね空いてる合間を見てですね、こういう風なことをやってくれてるので非常に僕は助かります。そういうことで、ね、いろんなことがですねできる季節になってきましたので、皆さんやってみてください。あ、これ僕が作ったやつですね。だいぶ寝かせたんでそろそろ出動してもいいかなと思います。冬入りのなかなかない、なかなかない冬入り青歩きね、レモンライムと混ざってます。僕もできるんですよということで、皆さんやってみてくださいね。はい、今回はこんなところで、バイバイ。